オーキッドプーダスト画面切り替わるの早くない？まだ読んでたんだが私。まあそれはいいとして、大変なことになってしまい申した。名乗るほどの白霊霊夢でもねえですが、気晴らしに乗ってた宇宙船が謎のエラー吐いております。このままだとどこかの星に不時着決め込んじゃう。そこで新たな愛を育んじゃう。まあそれもよかろう。地球でずっとバナナとじゃれてるのもあれだし、考えてみれば、ここ2年ぐらいずっとバナナとじゃれている人生だった。虚しすぎる。そしてローディングめちゃ長いなき様、ローディングに親族殺されたんか？あ、てかさ、君なんでここもちゃんと見てるの？タイムスタンプを使って次に飛べば、こんな無駄じゃ組みないで済むぞよ。なんてったってタイムスタンプ1個に含まれるビタミン C は、ラインスタンプ8個分だからね。間違いないよこれは。じっちゃんの名にかけて間違いない。なんならばっちゃんも上乗せする。いやばっちゃんはやっぱやめとくわ。ロード画面長いとは聞いていたけどここまでとは。いやもうカットやろ。最初からここまでカットすればよかった説。ふむふむ、操作方法ね。トリマカチカチぐるぐるすればいいよね。そうだよね。こう見えてカチカチとぐるぐるの申し子だから余裕だわ。おはようございまーす。恋する宇宙飛行士、白霊霊夢と申します。いっけない。下国下国。学校遅れちゃうよー。先生に怒られるし、さとしくんがたかしくんになっちゃう。Z 世代は存在転換しがちだもん。あ、多分だけど左のメーターは酸素の残りだと思われる。ここがゼロになることは死を意味するけれども、ここがゼロになるとき、死ぬんだなぁとね、思うわけです。おお、緑があるじゃないですか。緑があると少し安心する。我々まんじゅうも体全体で光合成を日々行ってますゆえ。でもやっぱ謎惑星だけあって植物も不思議な造形してます。じわじわじわ。失礼いたしました。うちなるウルトラマンが出てしまいました。今まで黙ってたけどウルトラの母の親戚のいとこの友達の隣の席に座ってるんで。はい、そうです他人です。で、このゲームは何をするゲームなのかと申しますと、死ぬまでの数分間、あなたはこの惑星でどう過ごしますか？というゲームです。つまりこの宇宙飛行士は死が確定してます。酸素はいずれ尽きる。それまで歩いて過ごすのか立ち尽くすのか。植物に囲まれて座ってるのもいいかも。だけどまだ猶予はある。もう少し探索してみた。さが背脂マシマシ麺肩ニンニクトッピング。二郎系の短い残りの命を楽しみたく候。空の色がやたら砂っぽい。でもグラデがかって綺麗だよね。マリサの頭皮もこんな色なんだよね。知らんけど。ちょっと疲れたから座ってみるのず。なんかこうね、こうして座ってみるとああいうあれがこう、あれな感じにあの、いい感じのあれをそういうノリで醸し出すタイプのどこぞのあの、まあ言ってしまえばそういうあれがこういった空気感で繰り出す霊の、どこぞの誰かが先に進みましょう。なんか歩き方可愛くない？もしかして私の可愛さ伝っちゃってる？だあまあ仕方ないか、こればっかしは。私レベルになると画面を突き抜けて可愛さ伝播しちゃうんだよね。そこに痺れて憧れてほしいなぁ、なんて数秒おきに思ってるよ。空を見つつ、ガスの元栓閉めたかしらって思ってる構図ねこれ。うん、どうでもいい。今それどころじゃない。いやもちろん元栓大事だけど、こうしておふざけしてる間にも、酸素と共に命は尽きているし、川には水が流れ鳥はさえずり人は泣き笑い松崎は茂る。嘘でしょこれ。嘘と言ってよ。宮迫博之。おま。だから言うたやんか。焼肉やらラーメンやらやめろて。しかもなんやのいつもいつもヤフーニュースに乗って。特に一時期すごかったやん宮迫。まあいいやぶっちゃけそんな詳しくないし。どないし張りましょか。やっぱ草木に囲まれてジエンドが良き。自然のありようって感じするもんね。自然の代弁者だし私。ああ、よさげ。なんかすごいサムネになりそうだもんここ。じゃけぶっちゃけ。サムネになりそうな場所に悪いとこないからね。こうよ、こんな感じで私を置けば、いつものサムネ出来上がりよ。あ、ちょ、画面さん動かんでもろて。いい時間、心地よい時が流れている。およよ、花が咲き始めましたよ。こういう要素もあるんですね。なんか暖かい気持ちになりますね。なんて言いつつ、もうちょい移動してみたさに移動し始めちゃうみこちくしょう。世はまさに大航海時代、宇宙の船旅は結果として失敗に終わったのじゃ。だが惑星探索は続く、命も残りわずかといえどまだある。そして無性に今、君が乗ったローストビーフ丼が食べたい。あれ絶対ヤバい物質入ってるよ。食べるとき豚みたいになるもん私。千と千尋かよ。あ、待って待って、今なんか小さいクラゲみたいなの浮かんでたよね。え、なにこれ超川越えてこれ、これ超川越えてメッカワじゃね。ひろみちお兄さんもこれびっくりのメッカワよ。背筋ボーンよ。ああ癒されたわ。全背筋を放棄しても構わない今夜部内だわ。ガーシーカーシー、どのシゲルオアシスで死するか、それが問題だ。もちろん、さら地のような場所で死す、それもうつな感じはする。
ぐぬぬぬ。やっぱりガスの元栓が気になるでござる。絶対閉めてない自信がある。閉めたことにしよう。たとえ閉めていなくても閉めたことに。こういうのは信じるかどうかなんだ。信じたことが正解なんだ。つうかもう5分以上この動画やってんの？ 3 分台多い最近では珍しいわね。さっきから思ってたんだけど、地面の色が黒板に見えて仕方ない。これは語彙力がどうかしてる私に対するメッセージじゃないのか。もう一度教育をやり直せ、と、そう惑星が語りかけてるに違いない。だが断る。ほら、もう見れば見るほど色薄くなった黒板じゃんか。これから死ぬ人が繰り返すようなネタじゃないのはわかっているけども。仮、は、これは生産ペロ、みたいな脳内で動画を作っているのだから致し方がない。だんだん自分がどの方向から来たか、わかんなくなってきたけん、その本当の理由に阿弥陀がにょらららい。この釣りサムネだったらなんとなく神々しく済む気がする。ここも良さげ、木の周りを回ってる緑は葉っぱ？それとも不親切な位置に設置されたセーブポイント？残り HP1 でも木登りを強要されるの。つらたにえんでマジピエン。まったりしちゃうんだが、都会の喧騒とかアルゴリズムの研究とかほっぽって、こういう場所で、ループメンツとまどろめたらどんなに幸せだろう。あわよくばローストビーフ丼も追加で存在しているとなおいい。よし決めた、ここが私の死に場所。ヘルメットを取ればそこで終わる、でもいいんだ。この世界の私が死んでも、画面の前の私にはまだ生があるもの。さようなら、知らない惑星。